はい、皆さんこんにちは、本日もご視聴いただきありがとうございます。ちょっと暗いかな。はい、今日はね、南の中央公園にやってきましたね。目的はね、ちょっとね、子供の遊具設備が新しくなったとかいうね、口コミが出てますんでね、ちょっと自分の目で見てみたいなと思いまして、まあ、何があるのかね、また皆さんがね、来られる時の参考になればいいかなと思います。そういうことでね、本日もね、最後までご視聴いただければありがたいです。はい、では行ってみましょう。ちょっとね、暑いのでね、暑いけどね、ここね、木陰結構あるんですよ、この公園ね。向こうからちょっと集まるみたいな、散策道になってて、よう若い人も歩いてますわ。今も歩いていかったけどね、ここずっと歩いてるのに。でもね、公園はさすが暑いわね、影あれへんまあ子供はいいでしょ。お父さんとお母さんちょっと集めないかどっかでね、休みながら、この辺の木陰でもいいですよ、うん。あ、ほんまや、綺麗な遊具。まあ、花火はちょっと、万葉の、あそこぐらいに行かなあかんかもしれんけど。ねえ。もはや遊びに来てるで、誰か。こちら、へえ、これちょっと雨上がりの後やから水が溜まっとんな。ここは足で座ってガーッと回すやつか。うん、足のつくとこがちょっとね、水溜まりになってるんですよ。これは何ですかね。誰か子供に遊んでもらうの分からへんな、みんな遊びだけど。まあ、滑りでちっちゃいね、ちっちゃい子の。タイヤを使って椅子にしとるんだよな。これちっちゃい子がなんかするのかな。3から6歳って書いてあるわ。3から6歳な。お母さんがな、ちっちゃい子連れて、かわいいやんか、あれ。あそこ、預めに荷物置いてな、お母さん、優しいな。もちもち帰ろうよ、俺、とんで暑いからな。砂場で遊ぶのも暑いわな。なんか、フクロウさんのあんなかわいいやんか、あれな。この辺は何？ブランコと、あれは、あれは例によって捕まって滑るやつやんけ。あれどこでもあるね、最近。そのこれピカピカやから安全性はあるわね。サラッピンやから。もうちょっと全体像映れんから、暑いから日陰探して歩かなきゃ。ちょっとあの木が邪魔なんだけど、まあわかるでしょう、ね。もうちょいこっちか、もうちょいこっちか。難しいな。はい、こんな感じね。で、なんかこの砂場の上にあんなん作っとるな、ジャングルジムじゃないけど。これええやん、これなんかかわいいね。な、ほら、おじいちゃんとおばあちゃんもブランコしてはるでな。はい、まあそんな感じです。大人も遊べるという。泣いてる泣いてる。泣いてるで。かわいいな。帰るよ。帰りましょう。わても帰りますさ。暑い。はい、まあそんなことでね。本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。まあまあ、ピカピカですよね、まだね。遊具設備がね、あの前あるし、ね、この木の当たるとこ行かなかったら、向こうからの木陰容器あるんでね、そっちでお休みいただいたらいかがでしょうか。お弁当も食べれるのかな、これ。暑なかったらまあ食べていいでしょ。あのベンチみたいなのもあるしね、こういう感じでね、うん。向こうからの木陰であれしてもいいしね。はい、そういうことでね、本日もご視聴いただきありがとうございました。またね、よろしければ、チャンネル登録、いいね、高評価ボタンいただければ幸いです。
はい、それでは本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。せっかく稲見中央公園に来ましたのでね、その一部である万葉の森もちょっと覗いておきましょう。何か咲いてるかな。あ、確か睡蓮があったと思うな、ここ、まあ、他はまあちょっと新緑というか緑ばっかりですね、まあしょうがないね。万葉集の森か。あ、睡蓮咲いとった。あー、かわいいね、黄色のスイレンやね。ちょっと写真撮っとくかな。ちょっと向こう回ってみましょう。よかった、何も咲いてなかったらね、ちょっと残念症やから。こっから見ても綺麗な、黄色のスイレンでちょっとあんまり見えへんね。ピンクか白いを見るけど、色っていうのはやっぱり突然変異なのかな、それともそういう風に品種改良されてるのかな、ねえ、ね、昆虫も飛んでるしね、ここ自然があるから。カキツバだとあれ見るのちょっとね、見逃した思い出があるから。お姉さんも散策してありましたね。まあ、梅があったの、これ梅、黒松、かきつばたあったよな、これ、見逃しとるね。まず前で休めるからね、こっから見るのもいいはずですよね。綺麗に今咲き頃です。ね、こじんまりした池でいいじゃないですか、綺麗でね、花アップできるかな。ピンボケになるからね、これ、難しいな、これこれぐらいか。あれも、あの辺も綺麗な。はい、まあそんな感じです。ちょっと見渡したところ、スイレンと、まあ、多少アジサイっぽいものが向こうに見えるけど、まず1本だけしかないみたいし、まあいいでしょうね。はい、万葉の森でした。紅花がね、ちょっと枯れてるみたいな感じになったわね、これ。咲いたんでしょうか、それともこれから咲くんでしょうか。咲き終わったんでしょうね。この前、今度はね、あそこでまた紅花見に行きますけどね、あそこ全部つぼみでしたよね、またね。ここはもう早いかな。まあそういう感じですね。はい。まあちなみにね、見ごろの花はこうなってますからね、今ね、今6月の、あの何日かな、20何日や、20何日ですけどね。だけど紅で紅花も枯れとったみたいな感じだけどな。今スイレンでしょ、見ごろはね。はい、まあ参考にしてください。